作りましたわ。これね、スマホね、なんていうかな、難しい。だいぶ本当になりましたわ。人生は自分の思うまま。今タバコが切れましたわ。ちょっと待ってください。これ見ながら見せろ。人間は難しい。人間は難しいじゃないんですよ。自分がね、難しくしとるだけ。今から風呂入ります。明日、ライブチャット開業。すごいですね、タクト君。インターネット経験22年。そんなことはいいけど。あれね、ほんと協定狂いね、いい音出されましたよ。ダメだな。協定狂うというのはね、要はあの貧乏症の自分のやりくり悪いんですが、もうそこからもう間違うとる。よし、わかるでしょう。もうあなたは悪い人生ね。そこは本当ですよ。人の電話番号聞いとかなあかんわ。やっぱこれ生活保護でね、あの10万円のお湯でね、もう金ほとんどないですよ。あと800円やったか、800円、あ、調べんのか銀行だから、もうそこが間違うとる。800円やったら、そのまたどこや、手塚山に下ろし行きました。塚西まであと800円もあるんですよ。だからね、アホが言いましたわ。その協定グルーが俺10円持ってる、そんな持っとるんか。いや、6、8円ある、そんな持っとるんか。俺ね、ホームレスの時にね、2円しかないんですよ、もう2週間前に。だからね、面白い話が、面白くないけど、62キロのベスト体重が56キロになってるんですわ。だからそれがね、だから人間の子、それが3年間続きました。ほいで生活保護を受け出してから62キロの体が、ベスト体重が68キロになりました。だから6キロ超えたんか。だからね、油ぼこりに出ました。そしたらね、あるね、遊び人みたいな兄ちゃんが言いました。お前、女遊びするからよって。当たってますわ。明日、冷蔵庫来ますよ。じゃあ、洗濯機来ます。1万円。ね。待てよ、洗濯機ここに置くな。乾燥機は、ね、あれ嫌いでね、俺。1000ボール、1000ワットね。あんなもんしたら、火事起こすわ。それでね、一人ね、単車やったんですわ、女の子にね、ちょっとボディがいいから。ほんでスナックの姉ちゃんで残ったの俺だけね。俺いつもそうなの。そしたらね、なんだか単車やったらね、一生大事にします。だから貧乏症なんですわ今ね。スナックで4回転してね、笑うけど、シーマン乗っとったんですよ、昔。あ、シーマ乗っとったんですわ。ね。そしたら今やね、土井川のマンションを吸っとんだけど、なんや、ブランド品のリサイクルやと。今やあっちこっち転々してね、すごい変わるんですわ、それね。サンルートの裏住んどったんですわ。まあ5万ぐらいのとこね。それからね、その頃10万で付き合ってくれる市役所のさんおったんですわ。ただデートだけね、アホがね。それで市役所の裏移って、裏に移って、そこからまたね、どっか、そうそう、石づいたんですよ、4万の。それ変わっとんですわ。人に車黙って貸されたりね。
で俺の原付も貸してやつし、ね、ドアぶつけても知らんかするし、ね、ドアクーンクーラーと切っても知らんかするし、ポストは開きっぱなし、その姉ちゃんね、川西の子供のとこ戻ってね、百均の服着てますわ、髪染めんで。だからね、アホですわ、要は。簡単にアホ。ちょっと待って、ね。あの四国巡礼デリヘルの旅あるでしょ、うん、あのおばちゃんより俺の方が先輩、やっぱ先に住む方が先輩、住居も20年おったら私のもんだからね。占有屋って知ってますか、あの住居占領してね、住居を占領して、あのなんとかちょっとライターだからね、あのね、どこに生まれようとやっぱ自分のあれですよ。あの俺ね、ちょっと賢くなった。あれ、何べんだけど、家潰してね、キャバクラ500万ぐらい使おうて、若い時は行きませんでしたよ。ほんで、ハマってまうからね、あれ怖いですよ、ずーっと。だから、あの、日本橋のデリヘルとかね、ああいうのは行かない。あれですよ、ホテヘル言うても一回呼ぶでしょ。デートして2、3万円で財布で。運転代行もして3万円です、3万円。だからね、俺の利口になったことは、きれい、俺意外ときれいにしてたんですよ。ここね、見て。これ不要品出すでしょ、これね。下水まいたでしょ、きれいにね。やばいっすよ、もう一回まいてる。なぜ真っ赤というとね、ゴキブリの糞が多いんですわ。例えばここつくでしょ、ほんでこれね、何べんも言うけど掃除したらね、だいぶくなったら下部屋をくぬいて。6時半、今日ね、あのデリヘルのね、姉ちゃん見たらね、あと行きながら探したらいいですわ。だからそれはいいんだけども、あのおばちゃんのも、あの俺の一つね、18の時にね、23ぐらいの時に18の姉ちゃんと付き合ったんですわ。10か、それで向かい合ってね、なんや海岸のとこでエッチしたんです。あれ気持ちよかったな、おっぱいさんがチューチューして、で座席のとこでチューチュー、あれ気持ちよかったな、座って向かい合わせにチューチューしながら。で AV の女みんなあれやね、どっか行っとるね。AV の女もあれよ、所詮あの年金5万5千やから俺が養ってるわ。女は体で稼ぐ。だからね、あの星の王子様加藤ちゃんみたいなやつはね、1億分の1の確率ね、1億分の1ですよ。俺に会う確率は1兆分の1京分の1だから、デリヘルの姉ちゃん囲ってやったらすごいですね、俺。だから多分みんなゲップですよ、そう言ってるんですよ。人生は自分次第ね。 MK 降りましたわ、 MK タクシー呼びましょう。あと俺のないのはね、スマホがあと3台いるな。 AB 型勉強するはトップね。四国の豪族の出身、遺伝子が違う。遺伝子もね、あれね、あれこれ勉強したから、この遺伝子がこう相続するんですよ。わかります、皆さん。バカに物言っても始まらんか。ほとんどね、これ聞いてる人ね、10万、だいたいね、これ聞いてる人はアホ。アホ。星もだいたい離婚なってた。あのね、頭のいい人はこういうことも聞かない。もうできとるから、人間が。ね。だから意外と難しい。それで YouTube はね、いいこと言ってますよ。俺整理整頓でいろいろ覚えたんですよ、俺。なんつうかな、部屋にこう、うちの袋を牛乳箱で綺麗にしとったけどね。いろいろ覚えたんですよ、これ。箱悪いけどね。あ、切れた。